皆さんこんばんは。マクガイバーの小部屋へようこそ。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。また初めましての皆さんどうもありがとうございます。どうぞよろしくお願いします。はい。えー、毎日投稿で台本なし編集なしの一発収録でお送りしております。マクガイバーの小部屋チャンネル。本日のテーマは映画です。ご紹介するシリーズは007シリーズ。 そしてご紹介するコーナーは映画007シリーズの映画チラシ特集第8回目といいますか8枚目といいますかということですね。そしてご紹介する作品は第3作ゴールドフィンガーのチラシの本日で3種類目ということになります。よろしくお願いします。はい。えー、とですね。まあここまで1作目2作目とご紹介しまして3作目ということで 三作目の初版チラシそしてリバイバル上映のチラシの復刻版とご紹介してきましたで。本日もリバイバル上映時のチラシの復刻版ということになりますが、ね、こパッと見て、えー、似てるんですけどもデザインが違いますね。裏面も違うんです。そちらのご紹介ということになります。えー、そもそもは日本公開時は、日本公開、初公開は1965年ですね。これは1965年当時の、えー まあ映画館、ある映画館ですね。地方版のチラシということになりますね。はい。いえばあ映画館が独自で作られたチラシということになるわけです。そしてこちらが、えー、1979年に、えー、ですね、えー、っと、 あと、名古屋ですか名古屋の中日シネラマさんというところかと思いますが、で、配布されました007映画の復刻版チラシセットというのがね、配られたんですね。それが前売りだったか入場だったかはちょっと覚えてないんですが、配られた。で、その時の復刻チラシになるわけですね。リバイバル上映時の復刻版チラシになります。で、こちらは、言えば、あそうですね、うーんと、一作目、あごめんなさい。 え2作目、3作目、え4作目、うん違うな。えー、ロシアより愛を込めて、サンダーボール作戦、二度死ぬ、そして上陛下の007。この4つが確か、えー、初版の 初公開時に配られたチラシの復刻版がセットになってたはずです。で、今回ご紹介するのは、そこからまださ,またさらに時間が経ちまして、これ私が当時もらったんですけど、あの、もう幼少の頃からセ0 7が好きだったんですけど、1983年ですかね、に公開された W07M o c t o p という作品があります。13作目かな、えー。で、その際に配られた復刻版チラシセットの1枚ですね。 で、先ほどご紹介したその4作品は、そちらはもうあの、復刻版、リバイバル上映時のチラシの復刻版になってました。はい。こちらは初版の復刻版チラシだったのが、こちらはリバイバル上映時の復刻版チラシというふうな、まあそういう違いがあったんですけどね。 えー、ちなみにこれはですね入場時に、えー、1人1セットですねどん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 配っていってもらったのを覚えてますその時ほと嬉しくてねそれをねじーっと眺めてたんですねでその袋も今も置いてますけどねうんとにもうプレゼントって感じでしたね大きなプレゼントでしたねではねいきたいと思いますまずあのパ、ー、ッと見なんですけどね似てますけども ゴールドフィンガーというね、黄金という意味でのこの金の発色という意味ではこちらの方がより、えー、黄金感がある印刷になってますね。本来の色はちょっとわかりませんね。もうこれ、こちらも元はそうだったかもしれませんけども、うん。どうしても復刻版チラシっていうのはこういうようなことが起きますね。そして、えー、字体というかね、タイトルですけども、ここにも英語表記のみと、ね、コピーもなしということで、完全にもうポスター柄みたいな感じですね。 でこちらは、あの、砲台に近い感じになってますけども、砲台っというか、砲台がついてて、さらにこ,こにコピーもついてるんですね、うん。このコピーにはねちょ、ちょっとこう、いいのかっていうようなコピーもついてますけどね、えー。こういう感じですね。史上最高の黄金強奪作戦。全世界を興奮の渦に巻き込んだボンドシリーズ第3弾ということですね。全世界を興奮の渦に巻き込んだ。 まあ、もうこの時点でリ,リバイバルという、リバイバル上映時と言えるような文言になってるわけですけどね。で、裏面もですね、こうですね。はい、こんな感じ。違いますよね。で、あのー、もう、 これも何度もご紹介してるんですけども、一作目、二作目というのは非常にこう、インテリ層というかね、えー、イアン・フレミングの原作を読んでいた人たちが、えー、こう、こぞって見に行った映画だったものがですね、一気にこの作品でですね、年齢層も幅広く大衆受けする、えー、豪華、何ですかね、娯楽大作となったのがもうこのゴールドフィンガーからだというふうに思いますね。うん、一気にもう世界中を巻き込んだ。 日本もその一つだったわけですけども。で、えっ、ー、と、このチラシの面白いのはですね、面白いというか特徴は、まずここからですね、こう来きて、こう、こうがですね、もうすべてこうあらすじです。あらすじどころかこれも結末まで書いてますんで、えー、ここはね、触れないようにしますね。で、えー、あと解説があって、最後ここが面白いところですね。ここは今回ご紹介の中心になりますが、えー、なんとジェームズ・ボンドのプロフィールがいろいろ載ってるんですね。 そうだったのという話があると思いますのでぜひご覧になってくださいではまずこの物語のね途中までだけ行きたいと思います、えー、ピンといけますかねはい、えー。メキシコでの可烈な任務を終えたばかりのイギリス情報部の007号ジェームズ・ボンドショコでコンディーは緊急連絡で本部へ呼び戻された上司 M から命じられた新任務はゴールドフィンガーを追跡せよというものだった インングランド銀行の調査によるとイギリスの金が大量に国外へ流出しており密輸組織の黒幕が世界有数の億万長者ゴールドフィンガーらしいという彼の表向きの職業は仲買人だが財産はすべて金の延べ棒にして蓄えている黄金鏡だ何を企んでいるのか不気味な存在だったということですねまあここから本当にそうなのかということの調査が始まっていくわけですね はい、で、えー、解説はですね、えー、こうですねジェームズ・ボンドシリーズ第3作のこの007ゴールドフィンガーはシリーズの人気をじっくりと大衆層にまで浸透させインテリ層を喜ばせていた第1作第2作の客層から年齢的にも上下に広がりを見せて中学生小学生の年代まで動員し、えー、確固たるファンを獲得してしまったまた007ルック ボンドルックと銘打って彼の衣装持ち物全てが流行のトップを切りモデルガンミニ,、えー、ミニチュアカーなどその影響は一世を風靡したこれはシリーズ作品の強みというものである主演のショーン・コネリーはジェームズ・ボンドのイメージを固定化させ粋で男っぽく頭脳の働きと体力抜群の現代の英雄を作り上げたということですね で共演は、まあ、ゲルト・フレーベさんですね。そして、えー、オナー・ブラックマン、チャーリー・イートン、えー、ハロルド・サカタの続くわけですね。制作は、ハリー・サルツマン、アルバート・アル・ブロッコリーですね。ご両人ということですね。えー、監督はあ、ここで初めて登場、ガイ・ハミルトンですね。ガイ・ハミルトンは、後にも、ボンド映画、何作か作ります。はい。えー、空軍大戦略という作品は、あマイケル・ケイン、えー、一応、まあ、主演かな、あの、戦争映画ということですね。はい。 ということになります。で、まあちょっとここにね、結末書いてますん、ね、で、ちょっとここはね、えー、ここ、どうしましょうかね。ちょっと見、見、ないようにこうしてくださいねで。で、プロダクションノートというのがありまして、えー、ここがですね、非常にちょっと面白いとこかなと思います。このチラシの特徴。えー、シリーズ作品の強みは、見る人の興奮と興味を自作へ、えー、引き継ぎ、宣伝の方も積み重ねが効く、 さらにファン層は雪だるま式に増えるという効果がある。戦後風切り作品の廃集ベスト10の中に007ゴールドフィンガー以後のシリーズ作品が、えー、靴輪を並べている。 しかも2位のサンダーボール作戦を除く上位5作品はいずれもリバイバル公開、公開作で初公開時の配集がプラスされての成績であるからいかにこのシリーズが強いか、えー、お分かりになるだろう,うですね。はい。007ゴールドフィンガーのリバイバルで上位ランクに変動があることは確かだってことですね。これリバイバルであるってことは間違いないチラッシュだけですね。 後にサンダーボール作戦も5作目の二度死ぬもリバイバル公開されています。だからこの時点で、あそうですね。そしてここからが面白いんですけども、えーえー、と、ご新規007ファンのためにっていうですね、えー、聖はボンド、名はあジェームズ、トラさんみたいですけどね、イギリス情報部の凄腕スパイ、ダブー家の一員で007号、 ダブロー番号は必要ならば殺人を犯しても良いと国家が認めた殺しの許可書なのだと。正式階級は海軍中佐、1954年ロンドンを超大型原子ロケットの攻撃から救ったという功績、ムーンレイカーという話ですね。これはあの、ちょっと原作映画とは異なってますね。が、主となって聖ジョージ君尺、えー、氏ですかね、えー、に列せられていると。 しばしばボンドに苦汁を飲ませるソ連情報局のスパイ大腸にはです、ね、スパイ大腸に、ね、相手方のスパイ大腸にこんな記載があるこう申してですね、身長183センチ、体重76キロ、体格は骨細、ま、えー、っすぐな鼻、大きくて残忍そうな口、 ひどい書かれようですけども、と国名に描き出されて、えー、おり、総じて闘争に粘りがあり、えー、苦痛にも高度の耐久力がある。買収可能とは思われず、しかも、えー、悪壁は飲酒、ただし度はあ過ぎず、他に女、と、えー、なかなか観察が細かい。ゴールドフィンガー,ー口を口をしがらせたゴルフの腕前はハンディ9ですね。 シングルってことですよね。10代の頃は毎日ぶっ通しに2ラウンド回るほど熱中した。情報部の本部勤務でまだ暇な頃は毎週末練習を続けたが近頃はさっぱり当時のコーチはもう少し練習し癖を直せばプロ級だと残念がっている。面白いですね。そして12歳で名門のイートン校入学したが2学期で退学処分。 理由は女性問題。ね。その後、父の母校、フェッテス校ですかね。え、に裏書き、裏口入学。この入学校は、え、体育が盛んで、おかげでボンドは水泳、スキー、ボクシング、柔道が市販クラスの万能選手となった。次は車。え、ゴールドフィンガー追跡用に新兵器係旧のもとで選んだのが、アストン・マーチン DB5。 車の仕掛けは映画の中でご披露するとして数が散々苦労した末会心作をボンドにぶっつけられて壊される Q のやるせない気持ちたまには無傷で返してもらいたいね気持ちはわかるがねこっちは生きるか死ぬかの瀬戸際なんだ最後は拳銃最後に拳銃、えー、初めは婦人用ベレッタ25口径を使っていたが M の命令で悪さ PPK32 口径に変更で ね、このねあのイートン校を退学になったとかこういったいき,いきさつの話はねえー、っとどなただったかなそ,うそっちも思ってるんですけど、えー、っとボンドのボンドがそのそもそも MI6 に入る以前どのような少年だったかっていうところから入局してからとかずっとそこのね描いた本があるんですよそれにも描かれてますけどね面白いですよだから その、ジェームズ・ボンドの少年時代とか、いうことをしっかり描くような作品があったら、それはそれで、あの、面白いんじゃないかなって思います。はい。というわけでですね、まあ、あの、このゴールドフィンガーもね、一応3種類ご紹介しましたけどもね、まあ一旦これで終わりまして、次回はですね、第4作目の、えー、サンダーボール作戦、まあ。こちらでもう一瞬一気に大衆層にもう人気が出たんですけども、さらにもう輪をかけて爆発した人気になったのが、サンダーボール作戦ですね。 はい。というわけで、そちらのね、ご紹介にも入っていきたいと思います。えー、本日もご紹介いた、あ、失礼しました。ご紹介。本日もご視聴いただきまして、ありがとうございました。この動画気に入っていただけましたら、グッドボタン。また、チャンネル登録、継続視聴。お知り合いの方にお伝えいただけましたら、幸いです。また、コメントいつもありがとうございます。励みにさせていただいております。またどうぞよろしくお願いします。 はい。検索の際に、マクガイバーの小部屋と入れていただきましたら、再生リストや過去動画はいろいろありますんで、どうぞご覧になってください。よろしければチャンネル登録お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。